かしこまるのはあなたの言う通りにしますね。行きましょうよ。任せてください。これで今日も一気に女気が増えるかね。ん？ソーニャ君か。これはまたよく来てくれた。ヨシキやサミヤのおかげです。なるほど、アサミヤ君、これはなかなかの功績だぞ。よく覚えておこう。本当にまた来てくれるとは。君の素質には勝手ながら期待させてもらっているのでね。ちょっとそこ、何ボケっとしてんのよ。アサミヤヨシキ、アサミヤ君、どうした、アサミヤ君。お客様を放っていてはいけないぞ。いけませんよね。まったくだ。ほら、こっちに来たまえ。こっち来てください。やはりね、このソーニャ君には素質があると、そう思う。勘だが、何せ将棋の発祥は大陸のものだ。ならばだ、より源流に近い文化で育った彼女の方が僕らより本質的に将棋に近いのかもしれない。そうですね。でもすみません、部長さん、私はホームステイの身、所詮は腰掛けの身です。ソーナちゃんってこけしなの？違い、かわいいってことじゃないの？ソーネちゃんお人形さんみたいだし。こけしですか？ああ、ソーニャ君は知らないだろうね。こけしというのはだね、東北地方のお土産として名高いもので。部長さん、大雑把っすよ。こけしっていうのはね、
私はね、今からおよそ200年前、江戸時代でいう文化文政の頃に、奥山でワインや盆などを作る木地師の人たちが木を削って、その木に目とか鼻をつけて自分の子供にあげたのが始まりなんだって。それで山村の方の子供たちのおもちゃとして愛用されてきたこけしが、時代が過ぎてお土産になって現在に至るんす。でね、東北地方にこけしの町って言われてるところがあるんすよ。これがこけしは東北名産って言われるゆえんで、肩の張りとかオリジナリティのある前髪とか、安定感のある胸と胴のくびれの美しさとか、そういうすごくかわいいこけしがあるんす。つまり木の人形？そういうことだね。いや、やめたまえ、ソーニャ君。あまり興奮しては。でもでも、首を回すと、キュッキュッと鳴くんだよ。こけし、かわいいのに。冷静になりたまえ、ソーニャ君。誰も君の祖国のマトリョーシカが劣っているなどとは。
私の方が可愛いと思うす。あ、あなた、マトリョーショカを見たことがあるんですか？ないっすけど、でも見たこともないのに。ソーナちゃんもこけし見たことないっすよね。ないだろう。ああ、いいですか、二人とも。そろそろその辺で。ああ、各自冷静になりながら帰宅。今日はすまない。ちょっと帰って頭を冷やそうじゃないか。しませんよ。
ですか。
私のこと嫌いですか？問題ないってことですよね。私、少し用事がありますので、今日はご一緒できないですね。私、引きませんよ。こけしなんて言葉は二度と聞きたくありません。朝食はちょっと考えて中華風にしてみたんだけど。ソーナちゃんの国の料理をって思ったんだけど。ほら、ちょうど真ん中じゃない。
ったんだ。暇人。いろいろあるのよ。こないだ秘密の告白とか言ってたでしょ。私やっぱ言うわ。本当は死んでも言いたくなかったけど。言うっての、あんたを歩みから引き離せなかった以上、隠してたって変に思われるだけだし。私は変に思われてもいいけど、あの子は変に思われたくない。私がいないとね、あの子はダメなの。ダメだってんじゃなくて、ダメなことになりやすいっていうか。そう。私がなんでこんなに心配するのか、あゆみから離れたくないのかって。変だと思うでしょ。まあいいけど、そのなんでかっていうのを話そうかなって。これ話せばあの子は変に思われないし。川上マングースって知ってるわよね。私も随分騒いだし。そう、そいつ。私が納涼将棋大会を嫌ってるのもそいつが原因。私が歩みを守ろうって思うのもあいつが原因。あの最低なやつのせい。
興味持った。表面しか見てないでしょ。あいつ、私の祖父なの。つまり私はあいつの孫。やめて、そういうね。祖父と孫ってだけ。ただ血がつながってるだけなんだから。私はあいつのこと心底憎んでるんだ。やめてくれれば別にいい。長くなるわよ、全部話すから。代から付き合いがってわけ。その女性ってのが今の私のおばあさま。あの川上はあろうことか歩みのおじじさまから女を奪ったのよ。このことを私は子供の頃から聞かされて育った。あんたのおじいさまはあの神宮寺家の先代と争って私をお嫁さんにしたのよって。様なのかしらって思うじゃない。おばあさま、それくらい誇らしげに。でも違った。あいつは誇れるような人間じゃなかった。おかしいとは思ったんだ。私はおばあさまの家で祖父のことを一度も見たことがないのよ。てっきり死んでるのかと思った時もあったけど、それも違った。あいつは生きてた。生きて昔と変わらない姿で将棋を指してた。お母様を捨てたのよ。九段だとか遠征タイトルだとか、そんなことのために。おばあ様のことも産ませた娘
私のお母様のことも。様の縁で神宮寺の家とは交流があったから、あゆみに会った時思っちゃったのよね。もしも運命が違ったら、私はあゆみみたく育ってたのかなって。素敵なおじじ様がいて、だからね、あの子はもしもの私、私はね、そういうずるい人間なの。別にあの子は可愛いんじゃない。守りたいのはあの子が私に見えるから。だからあんたなんかに渡さない、渡せないの、渡せないんだから。あの子は私が守るの。私は。
こうして。好きなの知ってるし、私だってあんたのことなんか。言わないわ。話しなさい。まだ間に合うから。私、あゆみの悲しむ顔なんか見たくないんだから。忘れてくれる？ここで話したこと。何よ、あんただって歩美に誤解されたくないでしょうが。秘密の告白してあげたんだから、あんまりあゆみにちょっかい出さないでね。